なんでLINE返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？5. 仕事ばかりしていたからなど、仕事にまつわる理由。社会人が仕事に専念するのが当たり前だろ。20代男性など、男性から反発される可能性があります。お互いに忙しくて、ほとんど会う時間がなかったからというなど、自分にも落ち度があるような表現にした方が謙虚だと思ってもらえるでしょう。6、年が離れすぎていたからなど、年齢にまつわる理由。年齢なんて、付き合う前から分かってたことでしょう。20代男性というツッコミを受けてもおかしくありません。年齢を分かれた理由に挙げるなら、価値観が合わなかったから、頼りにならなかったからなどの表現に言い換えてみてはいかがでしょうか。7、他に、好きな人ができたからなど、自己中心的な理由。すぐに、他の男に目移りするタイプ。10代男性と、イメージダウンが免れないかもしれません。安易に、第三者の存在は言わず、元彼がいつも冷たかったからなど、元彼の問題に絞って話した方がいいでしょう。8、浮気されたからなど、異性関係にまつわる理由。浮気される方にも問題がある気がする。20代男性など、余計な詮索をされることがあるので、注意が必要です。ドロドロした過去の恋愛トークは、信頼関係が築けて、男友達だけに打ち明けるようにしましょう。9、占い師に別れろって言われたからなど、他人任せな理由。占い師の言いなりになるなんて、責任感がない気がする。10代男性など、頼りない印象を与えてしまいそうです。他人に影響されやすい性格だと思われないように、もちろん、最後は、自分で結論を出したことと、アピールすることを忘れずに。